兵庫県西宮市の今村武司市長が4日の都市の挨拶で次の市長選挙に立候補しな、意向を表明した後、確認の取材をしようとした新聞記者に対して、殺すぞなど、発言していたことが市への取材で分かりした。西宮市によりますと、今村氏は、市の幹部を集めた年頭の挨拶で、市長選挙には立候補しません。今後、かなの政党や選挙にも関わるつもりはな、と述べて今年4月に行われる、長選に立候補しない意向を表明しまし、この後、市長が会場を出ようとした。読売新聞の記者が確認の取材をしよう。駆け寄ったところ、殺すぞなどと発言、で取材を拒否したということです。村氏は、会社員や西宮市の市議会議員、経て、平成26年の市長選挙で、初当選しまった。その後、一昨年12月に、中高生、頃に授業を抜け出してタバコを吸って、とブログに掲載するなど、言動が物議を、し、議会から厳しく批判されたことが、ました。市の広報課によりますと、村、長は、この件について取材を受ける、も、はないと話しているということで、一方、読売新聞大阪本社広報宣伝は、メテフオン統括威圧的な言動によってどを拒む行為は取材、報道の自由を、見にるもので報道機関として到底看過。